りました。これ読んじゃあるかも。当ててやろうか。よっしゃー。何でした？ブルギル。はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。ゆきうさぎです。今回はですね、ちょっと釣りから離れた動画になるんですけれども、ちょうどね、部屋の掃除をしてたらですね、すごく懐かしいものが出てきたんで、もうぜひね、皆さんにお見せしたいなと思って、今動画を回してます。早速ね、紹介したいと思うんですけれども、こちらです。じゃん、たまごっち。これしかも USA モデルですね。こんな感じの、まあ色はね、クリアブルーかな、これ、ね、これしかもね、電池のここのやつついてるんでね、まあ、電池交換しないと多分使えないと思うんですけど、ね、おかしくないですか。当時はね、大人気でなかなか手に入らない、本当にプレミア価格とかでね、とんでもない金額するようなものでしたよね。まあ、一時期私もちょっとハマってました。でもう一つ、これがね、私はもうずっとハマってやってたんですけど、デジモンです。しかもこれね、1997年なんで、初期のモデルですね。確かね、発売が1997年6月とかだったのかな。あ、ここに書いてあった。バンダイ1997って書いてあるんですけど。これはね、当時、これも結構人気ありましたよね。育成ゲームで、しかもね、バトルができちゃうっていう、すごくないですか。これがね、この状態でね、残ってるってなかなかないと思うんですよね。びっくりしました。そう、これもね、ちゃんとここ電池くっついてるんでね、まあ電池交換しないと使えないと思うんですけど、すごいなー、懐かしいなー。皆さんやってました？まあ皆さんって言ってもね、多分私と同じ年代の方だったらね、ご存知だと思うんですけどね。動いた。電池生きてる。すげえ。動いた。まだまだ現役で使えますね。すごいな。そう、ここにね、金属のなんかくっついてて、これをね、もう一つこうカチッてくっつけるとバトルができるんですよね。いやー、びっくりだな。はい、というわけでね、今回はこのデジタルモンスターとたまごっち、こちらの紹介でした。またね、いろいろ面白いものを見つけたりしたらね、動画撮っていきたいと思いますんでね、よかったらぜひ見てください。はい、というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。